ぞ。拙者の分、天まで届くか試さん。貴公にも手伝ってもらいたい。はは、奮起再進いたしますぞ。それがしの腕がどこまで通じるか試しとうござる。この味そなたが手を受けられませんわ。さーて、よう来たか。
このあそなたがお声掛けありがとうございます。その期待を超える働きをしてみせますわ。さーて、そなたの部俺は芝市場って言います。ま、これからどうぞよろしく。領土などなくとも、それがしにはこの志と腕がある。乱世を切り従えるでござる。こたびの方針はこれでござる。たまにはそなたの部断る。やるぞ。そなたの部このあの、よっしゃ、よっしゃ。そなたの部観光発展だ。これも何かの縁だ。仲良くやりましょうや。そう、私たちの
す。そのご活躍、皆の希望になりますわ。こちらを差し上げますわ。あなたを笑顔にできれば幸いです。感謝いたす。そなたの武超春愛華麗に剣山、さあ共に天下を美しく彩りましょう。ほうよう来たか。これまでの働きを承知いたした。こたびの方針は たまにそなたの武この加工現状が使えるのは覇者たる器のみ。お前の器見極めるとしよう。やるぞ。風にあって。そなたの武勇。新たに参じました。総分裂です。お役に立てるよう一途に励みます。そなたの武勇。それはできぬ。よっ、来たか。よっしゃ。
そなたの部。自分は当司祭と申す。あなたの武名を聞き、長谷参じ申す。私。おう、よう。こんなもんよ。これまでの働き承知しました。役目は果たせたか。こたびのこと思わず笑みがこぼれますわ。風に当たりた、はあ、この味よっしゃ。し、たまに役目は果たせたか。これまでの働きをたと王さ、こたびの方針思わず笑みがこぼれますわ。
いできて光栄ですわ。よければ向こうへ行って少しお話ししませんか。あなたとお話しすると私は心から笑えるのです。またぜひお話しできれば嬉しいですわ。私たちの美か、よっしゃ、はあ、よそんな。私たち、たまに、は、よ、来たか。風に、こたびの宝石、よし、うまくいったな。よければ向こうへ行って少しお話ししませんか。いいでござるよ。味付けは好みに合いますわ。思わず笑みがこぼれますわ。
上々だな。よう、来たか。ふん、私たち、はあ、この味、うん、こたびの そんな。よっしゃ、はあ、この味付けは役目は果たせたか。ありがとうございます。あの方、虎に劣らぬ勇壮ぶりでしたわ。思わず見入ってしまいました。よっしゃ、私たち、よし、うまくいったな。
なもんよ。こたびの方針、よし、うまくいったな。そんな。これまでの働きをたたえ、承知いたした。つい目で追ってしまう方ですわ。片思いで終わらせたくありませんわね。私を妻にしていただけませんか。あなたといつまでも共にいたいのです。私たち、ほう、よう来たか。それがしもそなたと同じ思いでござった。そなたの言葉、ありがたく受けるでござる。そなたを妻にできようとは、それがしは天下一の果報者にござる。夫婦は一心同体です。楽しい時も辛い時も私はあなたの隣にいますわ。
上々だな。役目は果たせたか。こたびの方針は、上々だな。そんな。上々だな。この俺が乱世に立つか。無用な恨みを買わねばよい。どうということもないがな。仕方ない。お前なら役立ててくれるかと思ってな。感謝いたす。おや、こんなところで奇遇ですね。よろしければ美について語りませんか。私の話を聞いてほしいですわ。いいでござるよ。あら。これをお渡ししますわ。私だと思って大事にしてください。始めるか。あなたといると自然に笑顔になれます。私、あなたと一緒になれて幸せですわ。この味付けは。こたびの方針。
話がある。いいでござるよ。そなたと義兄弟になれるとは歓喜の極み。以後よろしくお頼み申す。おう、共に大望を果たし、またこの地にて喜びを分かち合うぞ。これは良いところに。周辺の治水工事についてお話ししたく。よっしゃ。風に。はい、私たち頑張っ、やるぞ。あなたといると自然に笑顔になれます。私、あなたと一緒になれて幸せですわ。これをお渡ししますわ。私だと思って大事にしてください。ええ、こんなもんよ。よっしゃ。風に。そなたと義兄弟になれるとは歓喜の極み。以後よろしくお頼み申す。なんだか周りの景色も鮮やかに見えるぜ。私たち。
たまには主演に興じるのも悪くない。これまでの働きをたたえ、収穫に承知しました。役目は俺がしに天命があるか否か、この部で世に問うてみたいでござる。私にお任せください。いいだろう。お任せを。よっしゃ。わかりましたよ。お任せを。つまらぬ妻ではございませんわ。この地、我が知略で守ってみせよう。この地を攻め落とすであった。それがしが先陣を切ろうぞ。私とあなたの相性は抜群です。それを見せつけていきましょう。つまらぬ妻ではございませんわ。無駄でござる。無駄でござる。気合入ってんな。その調子だぜ。やりやがったな。借りは返す。覚えておけよ。帝徳号、戦とは何か知らしめ。あなたは絶対に皆に希望を持たします。大変なことは良い人と一緒に嬉しく思います。使うでござる。
構え、放て。味方の兵器が攻撃を受けています。このままでは破壊されてしまいます。この一発炎がお相手します。体勢を見失ってはならん。もう一度引くぞ。なるほど、強いですね。ここは一度下がる。堂々たる戦ぶり。逃がします。出ましょうか。今度は先ほどのようにはいきませんよ。敗北からの学ばねば。We've completed an objective。敵の主権を崩せたとござる。こんな無印、攻め込もう。お前はすでに私の術中よ。私を倒そうとは無謀な。身の程を知るがいい。私の知力が破れようとは。敵将、討ち取って候。我らの勝ちでござるな。こんな話を持ってくるとは正気か。知略のみでは死の剣か。出直すがいい。よくやった。自虐のみでは
の弦か。お断りします。感謝いたします。いいだろう。そいつは無理な相談だ。くそ、これでおしまいかよ。どこもあなたの噂で持ちきりです。私も何かお手伝いできればと。それがしの器がどれほどのものか、天下に問うでござる。これまでの働きをたたえ、朱木に任ずる。受けたまわってそう。この方針はこれでございます。